こんにちは、TM コアです。今日はですね、近所のペットショップに餌買いに行ったんですが、そこにですね、こんなものがいたので、生態ですね、お迎えしてしまいました。それはですね、こちらじゃん、もう引きます。2匹沖縄シリケンイモリというですね、日本の、在来種になりますね。沖縄シリケンっていうぐらいですから、沖縄の、イモリになるわけなんですが、本土にねいるあの赤原イモリなんかと比べると、若干ちょっとこう模様がですね違って、あと大きさも若干ちょっとこっちの方が大きいかな、シリケンイモリの方が少し、大きいかなっていう感じはしますね。で、特徴としてはですね、背中に、結構こう金色のね、柄が出てくるのが特徴で、その金色の、多さによってね、若干ちょっとグレードって言ってね、よしあしが、これは人間が勝手につけてるものですが、その金色のね入り具合によって、グレードが異なるということで、高いものだともう本当にね1万円を超えたり1万5千円ぐらいねするものもあるかと思うんですが、これはですね、そんなにグレードのものすごくいいっていうものでもないので、ただですね、ものすごく可愛いんですね。顔がすごく可愛くて、こっちが大きい方がオスで、こっちのちょっとちっちゃめの方がメスなんですけども、まだちょっとこちらのメスはですね、もうちょっと大きくなると思います。で、こちらのオスの方はほぼアダルトになってるかなっていう感じですね。で、ご覧いただく、また後でちょっとねじっくりと観察してみたいなと思うんですが、赤いラインとね金色のこう柄がですね、こう綺麗な、比較的陸上で生活しているイモリになります。これをですね、今日は、うちのパルダの、ケージがですね何個か余ってるんで、そちらに入れてみたいなと思うんですが、これと合わせてですね、苔も買ってきました。こんなね、細葉沖縄苔っていう苔なんですが、これ1個300円で、とりあえず4つ買ってきて、これを、うちのパルダケージに、ね、入れていって、今何も入ってないケージがあるんですが、そこにですね、もうちょっとこう緑をねプラスしたいなと思って、これを購入してまいりました。これ結構ね、水分が水気が多いとね枯れてしまうっていう苔なんですね。なのであんまりこう水気のないところで、生やしてっていうかね配置してあげないと、結構びしょびしょのところだとすぐに枯れてしまう苔なので、これもちょっと考えながらね、後でちょっと配置していきたいと思います。とりあえずね、こちらの子をですね、ちょっと観察してみたいと思います。
はい、今ですねエキゾテラの、ナノですね、これはね、の中にですね、まあ、ちょっと狭いかなって感じするんですが、とりあえずこれで行ってみようかなというふうに思ってます。で、まあ、この苔をですねちょっとこれ少し洗ってこようか。でこちらの苔をですねちょっとここに配置していきたいと思います。今あらかじめ洗ってきまして、この細葉オキナゴケって結構水気が多すぎるとダメなんですよね。なので比較的水があんまり当たらないというか、水気の少ない、仮に霧吹きをして水が当たったとしてもですね、下に水が落ちるような感じのところの方がいいみたいですね。上下の動きもするみたいで、上に登ったりとかね、することもあるみたいですね。上に来ちゃってますね。まあ、水場があんまりないんで産卵とかはそんなにしないと思うんですが、まあ、メスがもうちょっと大きくなったらね、水場をきちっと用意するようなアクアテラみたいな感じにしてやってあげるといいかもしれないですね。今日の動画は以上になります。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。